お話の中で N2 に出てくる文法を使った表現が出てくるよ。聞いてその文法を使った表現になれよう。私は日本の漫画が大好きで日本語を勉強している。ちなみにいつか日本で漫画家になりたいと思っている。日本に2年留学していただけのことはあり、日常会話のリスニングはある程度できる。その後も日本語を勉強し続けているだけに、文法は随分覚えたが、一方でスピーキングがちっとも上達しない。日本で暮らすからにはある程度日本語を話せなくてはならない。スピーキングが上達しないことに苛立ちを感じていたが、文句を言ってばかりはいられない。しかし私は日本に住んでいないので、日本人とろくに話せる機会もない。日本人と定期的に話す機会さえあれば、おそらく私のスピーキングも上達するのではないかと思う。ということは、日本人の友達を見つけなくてはいけない。少なくとも1日30分は日本語を話せたらいいなと思う。幸いなことに、今の時代はインターネットを使えばどこの国の人ともつながれる。早速言語交換パートナーをインターネットで探した。言語交換パートナーであれば受講料などは払わなくて済むというのも魅力だ。はじめはなかなかパートナーが見つからなかったが、しばらくして一人見つかった。見つかったかと思ったら、時差のせいでスケジュールが合わなくて話すどころではなかった。それどころかインターネットで会うことすらなかった。どうやら他のパートナーを探さなくてはいけないようだ。諦めるものか、と再びパートナーを探してみた。良さげな人に連絡しても相手からは全く返信がなかった。パートナーが見つからないからといって、日本で漫画家になる夢を諦めることはできなかった。そんな時、近所に日本人の女性が引っ越してきた。おまけに彼女は私と同じくらいの年齢のようだった。早速彼女の家に挨拶に行き、自己紹介をした。すると彼女も笑顔で挨拶をしてくれた。話をしてみると、彼女は最近仕事でアメリカに引っ越してきたそうで、しかも漫画が大好きだということだった。彼女だって知り合いがいた方がいいに決まっていると思い、言語交換パートナーになってくれないかと頼んでみた。いきなり頼んだにもかかわらず、彼女は心よく承知してくれた。彼女からすると、初めての海外での生活に不安だったので、逆に助かりますということだった。1ヶ月にわたって言語交換パートナーを探したが、全然見つからず、もう見つかりっこないと思い始めていたので、パートナーが見つかってとても嬉しい。毎日彼女と日本語で話した甲斐があって、私のスピーキングも一気に上達した。その上、彼女ともとても仲良くなった。終わり。この先は英語訳だよ。私は日本の漫画が大好きで日本語を勉強している。ちなみにいつか日本で漫画家になりたいと思っている。日本に2年留学していただけのことはあり、日常会話のリスニングはある程度できる。その後も日本語を勉強し続けているだけに、文法は随分覚えたが、一方でスピーキングがちっとも上達しない。日本で暮らすからにはある程度日本語を話せなくてはならない。スピーキングが上達しないことに苛立ちを感じていたが、文句を言ってばかりはいられない。しかし私は日本に住んでいないので、日本人とろくに話せる機会もない。日本人と定期的に話す機会さえあれば、おそらく私のスピーキングも上達するのではないかと思う。ということは、日本人の友達を見つけなくてはいけない。少なくとも1日30分は日本語を話せたらいいなと思う。
幸いなことに、今の時代はインターネットを使えばどこの国の人ともつながれる。早速言語交換パートナーをインターネットで探した。言語交換パートナーであれば受講料などは払わなくて済むというのも魅力だ。はじめはなかなかパートナーが見つからなかったが、しばらくして一人見つかった。見つかったかと思ったら、時差のせいでスケジュールが合わなくて話すどころではなかった。それどころかインターネットで会うことすらなかった。どうやら他のパートナーを探さなくてはいけないようだ。諦めるものかと再びパートナーを探してみた。良さげな人に連絡しても相手からは全く返信がなかった。パートナーが見つからないからといって日本で漫画家になる夢を諦めることはできなかった。そんな時、近所に日本人の女性が引っ越してきた。おまけに彼女は私と同じくらいの年齢のようだった。早速彼女の家に挨拶に行き、自己紹介をした。すると彼女も笑顔で挨拶をしてくれた。話をしてみると、彼女は最近仕事でアメリカに引っ越してきたそうで、しかも漫画が大好きだということだった。彼女だって知り合いがいた方がいいに決まっていると思い、言語交換パートナーになってくれないかと頼んでみた。いきなり頼んだにもかかわらず、彼女は心よく承知してくれた。彼女からすると初めての海外での生活に不安だったので、逆に助かりますということだった。1ヶ月にわたって言語交換パートナーを探したが、全然見つからず、もう見つかりっこないと思い始めていたので、パートナーが見つかってとても嬉しい。毎日彼女と日本語で話した甲斐があって、私のスピーキングも一気に上達した。その上、彼女ともとても仲良くなった。終わり。この後は話の中で使用された文法一覧の紹介だよ。That's all for today. Thank you for watching. I hope you enjoyed my video. 今日はこれで終わり。次回もお楽しみにね。